諸君こんばんは。ようやくですね、テストが終わりましたね。お疲れ様でございました。さあ、そこでですね、今日は N 角形の内角の和、外角の和という勉強をいたしました。まあ、N 角形って、まあ、何角形かわかんないけど、多角形の内角の和は何度かな、外角の和は何度かなっていう勉強をいたしました。例えば、三角形ってのはもう、この間も勉強した通り、180度。これは、A と B と C、はい。A と B と C を足して、角 A 足す角 B 足す角 C をしたのね。これが内角の和で180度という勉強をいたしました。では、四角形はどうなんでしょう。四角形は対角線一本引くことによって、まあ一本しか引けないんだけどね。2つの三角形、1、2、2つの三角形に分けることができるので、三角形が2つ分あるんだよね。これは実は小学校5年生でね、勉強してきたやつです。180×2 なので、360度。まあ、五角形も同じようにして、一つの頂点から対角線が2本引けるというか、2本しか引けない。で、三角形が3つできるんでしたね。なので、180×3 で540度というのを出してきました。まあ、六角形ぐらいまではね、小学校でやってますよね。対角線が3本引けて、1、2、3、4という形で 180×4 で720度という、こんな理解を小学校の時からしてましたね。全く中学校のスタートもこれと同じ理解で、ただしちょっと規則性を考えて、 N 角形は何個三角形ができるのか、これを考えてあげるんですね。四角形の時に2個、五角形の時に3個、六角形の時に4個。この規則性は2個ずつ少ないじゃないですか。できる三角形が辺の数に比べて。ですので、N 角形だったら2個引いてあげるんです。つまり、N-2 個の三角形ができるんですね。の三角形ができる。だから、これを180倍してあげたら合計が出ますよ。っていう話なの。いい？ここまで。四角形が2個、五角形が3個、六角形が4個できているわけだから、2個少ないのができた。例えばだから、10角形だったら、2個少ない8個の三角形ができればいいわけよ。10-2 で。だから、N 角形だったら、2個引いて、N-2 個の三角形ができれば、良いわけよ。ね。そしたら、こうだから、角形の個数が分かったから、それに180をかけてあげれば出来上がる。つまり、180を N-2 にかけてあげれば、N 角形の内角の和の公式ができたよということで、あとは N にね、何角形でも入れてくれたら出来上がると。こんな話だよね。そうなんです。こんな形で N 角形の内角の和完成したわけです。180×N-2 で出てきますよ。こういうことなんですね。そして、ここでもうちょっと頑張っちゃって、外角の和はどうなるのかっていうのをちょっとチャレンジをしてみたわけです。では、まず五角形で確認をしてみましょう。五角形の今赤でこうやって先生角度をつけたんですが、こういう角度になりますので、赤の1個の角度は内角と外角を足したもんなんだけど、180度になるわけですよね。内角と外角を足したら180度になるんです。一直線になるからね。で、その内角と外角を足した180度が、角が五角形は5個あるわけだから、それが5つあるよね。だから 180×5、これの900度というのが、内角の和も外角の和も全部そっくり含めた内角の和足す外角の和、これが900度なんです。五角形だったらよ。そしたら、この900度から、さっきの五角形の内角の和は
540度だから、これを引けば外角の和が出るよね。もう一回ちょっと整理しておきます。900度って内角と外角を足したすべての和、内角外角すべての和、それから内角の和の和を引いたら出るのは外角の和ですよね。なのでこれ引くとほら360度っていう角度がちゃんと出てきた。じゃあこれを N 角形に当てはめてみようということなんですね。N 角形ということは、角が N 個あるから、内角と外角を足したものは N 個あるんです。つまり、180度が N 個あるんです。これが内角外角の和、合計。それから、内角の和を引けば、外角の和が出てくるんだよね。これが合計、内角の和を引こう。さっき出してきた。これが内角の和。180N-2 なんですよ。そしたら外角の和が出るはずなんです。じゃあこれをちょっと解いてみよう。これは掛け算するだけ。-180 を両方に掛ければいいね。となると、180N から、180N とマイナマイナでプラになるよね。180×2、つまり360。わお180N から 180N 引くからなくなっちゃって、答えは360度というのが出るんですね。さっきやった五角形の内角の和も360度。N 角形の内角の和、全部が360度って出ちゃうんですよ。つまりね、どんな多角形でも外角を全部足すと360度だっていうことを認識してくれ。覚えたよ。内角の和は180N-2をかけると出ます。外角の和は360度で OK ですよ。こんな感じなんです。では、それを使って問題アタックをしてみました。まず練習4の括弧1です。1、2、3、4、5。五角形ですから、さっきも出てるので、もう計算しませんよ。内角の和は540度。これから90度と128度と全部足してあげたらいいんです。112度と73度。これを足したものを引けば、X が1個残りますよね。角 X イコールです。そうすると、まず足すのよ、ここをね。全部足してみてください。ごめんなさい。これ足すとね、403度になるんですよ。こうなんです。ね。計算ミスしないようにね、しっかりゆっくりやってね。なので、これで答えが、137度という、ちょっと大きめの角ですよね。137度という形で出てまいりました。今度、括弧2番は、外角ですよね。これ全部外角だから、さっき出てきた、外角の和から、他の角度を引きましょう。360から、60と85と115を引いてあげます。360、145なので260ですかね。260度を引いて、わお、出てきた！ちょうど100度。こんなのが、ちょっと確認しますね。出てくれれば OK ということになります。どうでしょうか？こんな形なんです。はい。そして今度は練習の5番も、行ってみましょうね。九角形の内角の和、これです。これに9入れるだけ。ね。公式ありますので、作ったですよね。9-2 です。ということは7だよね。180×7 をしてやってください。7、8、56、71が7、1260度っていう形で出ます。内角の和が4500。これちょっと注意ね。内角の和はあの公式なので、180N-2 イコール4500っていう、こんな方程式を作ってあげちゃうんです。で、この方程式解くときに、最初に180で割っちゃうといいです。180で割っちゃってやってください。そうすると、25というのが出てくるので、N-2 が25なんです。2を移行する、-2を移行するのを忘れないでね。25プラス2なんです。だから、N は27。ただ、南角形というのは必ず漢字で書かなくちゃいけないので、27角形って漢字で入れてやってください。最後です。
正十二角形の一つの外角は何度ですかと聞いてるので、外角の和使います。360度を12個の、ね、角で割ってあげたら1個分は30度って出てきますよね。こんな感じなんです。もう一回だけ今日勉強したものだけ確認しておきましょう。それは内角の和と外角の和です。 N 角形の内角の和は180 N-2、 これでバチ。外角の和はどんな多角形でも足したら360度になります。これを使っていくわけですよね。それではまた頑張りましょう。では